注目の立ち上がり、ライオンズの攻撃。トップバッターは片岡。背番号ストライク。熊本厳しい球。さあ次の投球です。アウト、低めいっぱい、ストライク。さあ追い込まれました。第3球を投げた。アウトサイド、判定はボール。ツーエンドワン。投げました。スローボール打った。取りました。ワンアウトです。左バッターボックスは2番栗山。2番指名打者栗山。打った。背番号1。セカンドボールを掴んだ。ファーストへアウト。そして右バッターボックスには中島。3番ショート中島。さあ初球落ちるスライダー、ボール。まずはアウトコース。ワンボールから第2球を投げました。見送ってボール。中島よく見ています。投げました。打ちました。センターバック。センターの後ろ、ワンバウンドヒットになった。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙うか。二塁送球、中島センターへのツーベースヒットを放ちました。ここでバッターボックスは中村。4番サード投げました。打った。背番号60。いったか、どうだ、入るか。フェンス激突、入った入った。ギリギリ。バッターは5番 GG 佐藤。5番ライト。第1球を投げました。直球ストライク。1球目空振りから投げました。打った。取ってアウト。3アウトチェンジ。1回の表が、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは高橋。第1球を投げた。打ちました。ぐーっと伸びて右に切れました。ファウル。内角高め、カットボール決まってストライク。石井追い込んでいます。投球3球目、スラーバーボール内角へ。次は4球目、ストレート空振り三振。バッターは2番木村。2番セカンド木村達也。さあ初球、初球打って出た。レフトへ上がっている。ドラこれはいったか、いったか。レフト見上げた。ホームラン、ホームランです。そのバッターは3番小笠原。3番サード小笠原。投げた。背番号2。これはわずかに高いか。投げた。ストレートはストライク、高め。投球3球目、打ってから平凡な当たり。ボールを取って一塁送球、アウト。バッターは指名打者ラビです。4番指名打者。第1球を投げた。打った、引っ張った。ファウルボール。初球ファウルから投げた。打った、ライトへ飛んだ。入れば同点。どうだ、ライトセンターに送った。ホームランだ、ホームラン、ホーム。バッターは5番イースインヨプ。5番ファースト。第1球を投げた。打ちました。ファウル、後ろへ転がりました。投げました。カットボール打った。ファウル。投げました。インコース、空振り三振。1回の裏、これからライオンズの攻撃に入ります。先頭バッターは6番後藤。背番号6。打ちました。初球打ち切れました。ファウル。第2球を投げました。アウトコース、ストレート決まってストライク。軽く追い込んでまいりました。高め際どい球、ボール。第4球を投げました。インコース詰まらせた、バックネット方向。ファウル。ファウルボールには十分ご注意ください。投げました。5外れました。後藤集中しています。投げた。高め縦のスライダー外れて、ボール。投げた。結局外れてフォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは7番赤田。7番レフト。初球送りバント。背番号9。ファーストへ送る、アウト。ワンアウト、セカンドへ、セーフ。ワンアウトランナー2塁に変わります。そしてここでバッターは細川。一打勝ち越しの場面を迎えています。代走を起用します。松坂二塁に入りました。さあ初球まっすぐ決まった、ストライク。ワンストライクノーボール。ボール、ストレート外れました。投げた。
真ん中高め直球ストライク。ストレートでグイグイ押してきます。打った、高橋交代、ジャンピングキャッチ、バット、二塁ランナータッチアップ、三塁送球、三塁セーフ。そして迎えるバッターは野勝か、ライオンズ、勝ち越しのチャンスを迎えています。さあ1球目、落ちるスライダーボール、外れました。投げた、縦のスライダーボール、外角へ、ノーストライク、2ボール。落ちるスライダー打った、はい、投げました、打ちました、キャッチャーがっちり取って一塁送球アウト、これで3アウト。三塁ランナー、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは谷、背番号8、投げました、カットボール外れたボール、胸元際どいところ。さあ2球目、ストライク、決まってストライク。第3球を投げました、ストレートボール外へ。次は4球目、変化球ストライク、外角高め、ボールカウント 2-2。 第5球を投げました、直球打った、サードボールを取る、一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターは7番阿部、さあ初球、外角高めの変化球ストライク、カットボールを使ってきました。初球ストライクから投げました、インサイド判定はボール、ボールカウントワイルドワン。さあ3球目、インコース詰まった、ボールは後ろ、ファウルボール。さあ4球目、インコース低めいっぱい見逃し三振。左バッターボックスは8番亀井、8番ライト亀井。さあ初球打ちました、片岡ボールを取った、一塁送球アウト、これで3アウト。最後は内野ゴロに倒れました。ライオンズこの回1番からの好打順、先頭バッターは1番片岡、第1打席はセンターフライに倒れています。ピッチャーを交代、第1球を投げました、高めわずかに外れてボール、投げたボール、直球外れました、片岡よく選んでいます。第3球を投げた、あっとバントだ、一塁送る、アウト。左バッターボックスは2番栗山、最初の打席はセカンドゴロに倒れています。投げた、打った、左中間へ、センターの左越えていく、セカンドへ送る、ライオンズ今日2本目のツーベースヒット、ワンアウトランナー2塁に変わります。ここで迎えるバッターは中島、さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面、ストライク、岡本厳しいところ。さあ2球目、直球打ちました、セカンド取った、一塁へアウト。バッターは4番中村、一打勝ち越しのチャンス、インコース詰まらせた、ライト飛びついた、三塁ランナーホームイン、ライオンズ1点リードを奪いました、中村タイムリーヒット、ライオンズこれで。右バッターボックスは GG 佐藤、最初の打席はサードライナーに倒れています。インコース詰まった、右中間へのヒット、GG 佐藤これで2打数の1安打。6番、さあ1球目打った、松坂、これは面白いところに上がっているが掴んで、これで3アウトになります。3回の表、ジャイアンツこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番坂本、投げました、あと打ち上げた、サードキャンバスの横取りました、坂本サードファールフライに倒れました。打順は1番に戻って高橋、今日の第1打席はスイングアウト、第1球を投げました、打ち上げた、石井足が止まって構えた、取りました、これで2アウト。バッターは2番木村、2番セカンド、第1球を投げました、カットボールはボール、ノーストライク、ワンボールです。投げました、アウトコースの変化球ストライク、ワンストライク、ワンボール。投げました、アウトの変化球ストライク、ツーエンドワン。追い込んで投げました、打った、これはサードファーストへ、